まず今日、この身体教育としての、打楽器ワークショップ、はい、3回目ですけど、はい、今日どうでした、やってみて。まあ、短い時間の中でも偶然だとしてもいい音が出た瞬間の子供たちの反応っていうのはとても見ていて面白いですね。まあ、なんていうのか、顔に出ますよね。そうです、そうなんですよ。まあ何回かトライしてあれあれって言いながらもたまたま出た時のあこれだってやっぱ子供たちも掴んだ瞬間のあの表情がやっぱりそれだよっていう周りの子も分かってますもんね、なんか感じて良かった、今のいい音だったんですけど、あの瞬間がもっと増えていけばいいなとは思うんですけど、小林さんどうですか、なんていうの、一番最初にね、まあ学校さんもそうだけど打楽器で身体教育したいとか僕はまた言い始めたわけじゃん、ね、またこのおっさんなんか言うとるわみたいな感じになりましたか、やっぱり一番最初は。いやまあそうですね、言い方が柔らかいけど認めてるわけで、まあ、まあいつものことなんですよ、無茶ぶりは無茶ぶりは。まあそうですね、ただ振り返ってみて確かに自分がまあ榎谷さんともう何年やってるんだっけ、長いですよね、はい、やってる中でこう自分の感覚に素直にこう従って何か演奏をした時ってすごい自分に返ってくるっていう感触がすごいあって、でそれを一番シンプルにこう大元だけを取ったのが今回みたいなことかなと思ってて、ただいい音を出そうっていうことって本当に今言った通り出た瞬間って自分がびっくりするっていうか、あ出たっていう感触があって、僕も最初に榎谷さんに会ったのって多分本当に僕はまだ24、5だった時だったけど、まだどうしていこうかなっていろんなことに悩んでた時に、なんかその手応えを一つずつこう感じれる瞬間瞬間があって、それで自分がなんかこうあできるかもしれないって思う体験がすごく多かったですね。だからあこれをじゃあ子供たちにすごい一番そのそぎ落としたシンプルな形だけどいい音を出させるっていうことが自己肯定感につながるっていう話は、自分は割とそれを聞いた時には結構あなるほどってすごい分かって、あそれだったらちょっとやってみたいなと意外にすぐ思ったかなっていう感じですね。うん、福原さんどうでした、このパーカッションでその身体教育とかね、言われた時に、はい、趣旨はなんとなくね、理解できたと思います、ね、これ一体どうするのよみたいなことってありました。まあでもすぐお話を聞いて腑に落ちましたね。やっぱりまあアプローチがの方向が、まあ、違う、まあ一般的にはその楽器をやるにあたってじゃあいい姿勢でまずは姿勢を作ってからみたいな、でもまあ結局はいい音が出ればいい姿勢になっていくと、逆のアプローチっていうところで、まあ、自分もあそうだったんだなという新たな発見もして、手応えがやっぱ自分の姿勢に返ってくるし、はい、で自分の姿勢が手応えとして返ってくるみたいな、やっぱ両方必要だと思うんですけど、ね、そうですね、それを一番最初にこうなんていうかな、こう難しくこうやっぱりやってしまうとなかなかこうやっぱ子供たち引いちゃうじゃないですか。で石川さんはどうですか、ベースで参加してて、はい、その要はパーカッションでね、こう、はい、子供たちと絡むことはないんですけど、どうでした、この参加、最初一体 何を言ってんだこのおじさんと思いました、やっぱりそやっぱ正直だね、マネジメントのメンバー正直なんですよね正直ですね、いやそんなことないですよって誰も言わないねはい、はい、うん、思いましたけども、うん、まあ、そのやる前にその榎谷さんの話とか聞いて趣旨はもう理解はしてたんですけど、その実際自分がこうパーカッションとかやってないから本当にその何かあるのかどうかっていうのはやってみるまで分かんなかったんですね。で阿部さんと深野さんがこう講師をやって1時間子どもたちがやってるのを見てると、やっぱり変わる瞬間とか授業に入ってきた時の表情と出てく時の表情が違ったりとかっていうのを何度も目にしてきたので、それが何かその時だけでこう
じゃこれを得ましたっていう言葉にはならないかもしれないけど、これからその子たちがこうなんか生活したりとかしていく中でこう気づきとかにもなったりするのかなっていうのは、あの時ああいうことやったなっていうのは後で思い出せるようなことな体験なのかなっていうのは思いますね。そうね、あのやっぱりその我々もそうじゃないですか、こうなんていうの、あのできるようになるってことはできなかった時のことがもう無意識化に無意識化されてしまう、だから自覚できないんですよね。だけど自覚できないものって言葉にしにくいじゃないですか。だからそれが人に伝える、例えばこれだったら教育ってことになると思うけど、あの学校のいわゆるあの語教科と違うのは教科書が使えない、あのなんていうのか、その時その時によってみんな違う体してるし、みんな違う感性持ってるから、それをやっぱ感じ取りながらこう大きな流れは決まっていてもやっぱアレンジしてやっていくじゃないですか。でも今日はそういうのをもうどんどんね、あのやってらっしゃってましたね、コーランドレスポンス、あれ面白かった、あれ面白かった、あのなんかあのやらさせるのを子供にやらさせてみる、逆に子供にコールさせるっていうのは意外とあれ結構抵抗感を持ってやれない子が多いんだけど、まあ、この学校の特徴なのか、さっとみんな、ね、なんかアドリブで一人すっごい面白いリズムで叩く、すごいシンクベーションだったね、あれすごかったな、ちょっとフレーズが独特な子がいたりとか、うん、いたよね、あれ良かったですね、面白かったな、うん、やっぱりその僕たちほらなんていうの、まあ、僕ねこう見た目がごついからそのよく言われちゃうんだけど、エネクさんって落ち込むことないでしょって、ないですよっていうことなんだけど、さごついからないっていうんじゃなくて多分その音楽もそうだけど、いろんなことで体をまとめるっていう、まとめざるを得ない人生だったんで、あのでそうかなっていうのがあるんですよ。だからやっぱりね、あのみんなミュージシャン結局それなんか自己肯定感ちゃんとしてるよねっていう人が、まあそうじゃない人もいるけどね、あの自己肯定感を高めるためになんか音楽やってるみたいな人もいるけど、でもなんかあのマニフネに限って言うとやっぱ自己肯定感高いなっていうふうに思いますよね。なんか自分でこう掴み取った感覚ってまあ自己肯定感だし、なんか自信につながりやすいかなと思ってて、ただ学ぶっていうことだけだとちょっと難しいかなと思うけど、それにまあ本当稽古っていうのがいいなと思うんだけど、稽古するってそれを感覚をつかみに行くということをするっていうのに、なんかこうその力が身につくと、そこで得たものってすっごい後々自分の核になるかなと思うんだよね。だからなんかそれが今日みたいなことの中で一つでも、あ、なんかその言葉に表せないこの感覚に変えたらいい音が鳴った、でなんかリズムにはまってる、これが気持ちいいなって思ったっていうことが絶対自分の中に入って抜けない。で今日あのね、6年生の子が来たのがすごい印象的で、あ、こう前4年生の時に教えてた子たちね、4年生の時に教えてた子たちが6年生の子が何人かで来て、パーカッションやったりドラムやったりベース弾いたりしてた子たちが生き生きとめちゃくちゃいい音がしてくる、うん、あれやっぱなんか嬉しかったですね。そうね、なんかね、あの先生たちの話を読むとこのワークショップがきっかけでああいう風になっていったっていうことだから、うんうん、やっぱりね、こうなんていうかな、あのしっかりした顔つきとかそういう感じになってたもんね、うん、まあ今日なんとか3回目にして、うん、なんていうのかな、こうあのその身体教育から打楽器に行く流れっていうのが、うん、まあ、大体できたような感じがしますよね、はい、面白いじゃん、はい、なんかあれから行くとみんなこれ でうまくいかない時はちゃんとそれさっきの思い出してよっていうとなんかまた変わってくる、うん、だからああいうことをまたどうですかね、あの普通の演奏活動だけじゃなくてこういうこともやっていくと、あの将来のファンを増やすってこともあるかもしれないけど、やっぱりこう音楽仲間っていうか文化の仲間をこう増やしていくっていう形で、この活動あのまたあの無茶ぶりばっかりになると思いますけども、あの大変日頃からあのご迷惑をおかけしておりますがまだ一緒にあのやっていただけるとと思います、はい、どうもありがとうございました。